始まりました。テレビ種がプラスワンです。メッシがチャンピオンズリーグで100回目のハットトリック達成おめでとうございます。何の関係もございません、桂光雀です。メッシすごい。そして、はい、運動不足で散歩しただけでも筋肉痛、中倉真理子です。はい、よろしくお願いします。中倉さんもメッシが大好きですよね。メッシ食べるのが大好きです、ね、メッシ違いですけれどもね。こっちのメッシの方ですけれども、食欲の秋で、はい、そうです、ま、あの10月ももう終わりに近づいてきまして、そうですね、ま、秋も深まってくる頃かな。でも、はい、お出かけにはこれからがぴったりじゃありません。装いが秋っぽいじゃないですか。温かみのある、いいですね、いいですね、服を着てきましたけれども、明日からでいいですね、秋ですよね、秋ですよね、こういう時あの運動をね、はい、するとスポーツの秋っていうようなこと言いますけど、うん、爽やかですよ、まあ、サイクリングなんか最適の季節になってきましたね。滋賀県ではね、琵琶湖を一周できるサイクリングコースっていうのも整備されてますからね。はい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 、いいですよ、走りやすいですね。そうですよね、はい、光雀さんは琵琶湖一周はチャレンジとかはあるんですか、今まで。私はあの幼少の握りにね、あら、琵琶湖一周達成いたしました。達成っていうか北湖の方ね、うん、南の行かんかったので、はい、そのね、光雀さんも達成された琵琶湖一周、はい、これ琵琶一と言いましてね、滋賀県の観光ブランドで今結構浸透してきてますよね。そうですよね、よく聞きますよね。この番組でもご紹介、はい、あの何度もさせていただいてるんですけども、あの今回もその琵琶一がテーマなんですが、はい、その中でもサイクリングの琵琶一です、うん、なるほど。しかもね、はい、そのただ琵琶湖を自転車で一周するだけじゃなくって、うん、日本遺産も一緒に巡って、この旅をまた魅力あるものに、2倍3倍にも楽しいものにしていこうという、いろんな名所を巡るいうことですね、滋賀県ではね、はい、あの日本遺産に、あの琵琶湖とその水辺景観というね、はい、選ばれてますけれども。そうなんです、はい、あのそれもね、第1回の申請で認定されましたけれども、うん、今年新たに5つ追加認定されました。これも滋賀県の誇りですね。いいですね、水辺景観が様々に、ね、あの取り上げられているわけですよね。 そこを巡れるという。そうなんです、いいじゃないですか。ということで、その中の、はい、あのいくつかを私今回巡ってきました、うん、あ、今回のテレビ種がプラスワンはですね、琵琶湖で巡る日本遺産と題してお届けしますので、はい、私がそこをいくつかレンタサイクルで行ってまいりました。運動不足なのに、ご覧ください。JR 前原駅にやってきました。10月8日ここにサイクルステーションがオープンしました。前原駅は新幹線が止まる交通の要衝なので、そこにまあ自転車を持ち込んでいただいたりとか、持ってこずにまあスポーツバイクをレンタルして琵琶湖を気軽に楽しんでいただくような施設になっています。早速私も赤いクロスバイクをレンタル。初めての方にもブレーキのかけ方、楽に走れるギアチェンジの方法など、自転車の安全な楽しみ方を教えてもらうことができます。これなら安心して琵琶湖に挑戦できますね。このほかサイクルステーションにはサイクリストに嬉しいトイレやシャワー室も完備されています。それでは自転車をお借りして琵琶湖の旅に出発。まずは琵琶湖を反時計回りに北へ向かいます。前原駅から走ってきましたけれども、琵琶湖見えてきました。やっぱりね、この琵琶湖あってこその琵琶湖ですからね。朝の琵琶湖とか最高ですね。風が気持ちいいですよ。でも走ってられそうなぐらい楽しいです。琵琶湖の景色もいいし、琵琶湖に沿うようにサイクリングルートがあるので、琵琶湖の自然を満喫できます。よっ、さあ長浜港に到着しました。あ、海の子も止まってますね。よし、長浜港を出発。湖岸沿いに最初の休憩ポイント、道の駅湖北水鳥ステーションを目指します。道の駅に着きました。ちょっと休憩していきましょう。道の駅湖北水鳥ステーション、
四季を通してさまざまな野鳥が訪れる水鳥公園内にあります。さあ、こちらはビワイチサイクルサポートステーションに登録されていますので、こんな風に自転車のサドルを引っ掛けて駐輪するサイクルスタンドが設置されています。もうとっても簡単で便利ですよね。休憩中にビワイチを楽しんでいるグループを見つけましたよ。どうですか、ビワイチ。楽しくしゃらいですね。どんなところが楽しいですか。大自然がこう満喫できるので白色の鳥がいっぱいおって、その道が意外にその整備されててとても走りやすいなと思って、もうね、ぜひぜひまた何回も来たいなと思いました。ビワイチの魅力をたっぷりと感じてくれているようですね。はあ、普段車ばっかり乗るからね、ああいう場所があることすら知らなかったですね。そうでしょう。あの水鳥ステーションのような、はい、その簡易な休憩ができるサポートステーションは県内に続々とできていまして、うん、こんなにもあるんですよ。わわわわわ、この赤いところがそうっていうこと。そうなんです。サイクルラックの設置とかトイレや空気ポンプ、はい、そして簡易な自転車用工具などを借りることができて、安心してサイクリングを楽しんでもらえるという。パンクした時とかめっちゃ便利やん。サポート万全ですよね。またああやって仲良くなれるような場所にもなってるよ、みんなね、集えて。サイクリストさん の交流の場にもなっていますね。で、そのこの上りがこっちですね。この上りが目印になっています。はい、あ、そうですか。はい、この上り見て、こうじゃくさん何か気づきませんか。何にも気づかんね、この風じゃ。ロゴがね、新しくなったんです。はい、あ、そうですか。はい、このロゴはビワイチサイクルツーリズムのロゴなんですけど、はい、歴史文化豊かな自然など滋賀の多彩な魅力をこう体感、うん、体験できるサイクルツーリズムを推進していくために、分かりやすい絵になってますね。はい、そうですね、はい、これ公募で新しく決められました。あ、そうなんですか。はい、で水色はもちろんのこと、あの琵琶湖のイメージですし、はい、円形の矢印っていうのは観光スポットをサイクリングで楽しんでぐるっと回ってもらいたいという、はい、そんな思いが込められています。また自転車のサドルの部分、はい、ハートマークになっていますよね。こちらはサイクリストとしてのマナーとか思いやりが表現されているということです。それに今後はサイクリングルートの案内のために路面にも描かれていくそうですから、うん、あ、そうですか。そこを走れば琵琶湖一周できてしまうという、嬉しいですよね。はい、では私まだまだ走っております。続きをご覧ください。湖北水鳥ステーションで、ゆっくり休憩ができたので、それではそろそろ琵琶湖再開、行ってきます。長浜市のさらに北を目指します。少し走るとそこには琵琶湖の絶景ポイントが。ここからの眺め綺麗ですね。この琵琶湖の青色と青空とこのコントラストが美しいんですよね。やっぱり琵琶湖には青空が似合いますね。少し琵琶湖を離れて静ヶ岳方面へ旧道を走ります。静ヶ岳隧道を抜けるとそこにも絶景が待っています。あー、いい眺め。ここも絶景ポイントの一つです。いや、もうこの景色贅沢。あの筑部島もね、あんなに綺麗に見えてますよ。本当吸い込まれそうな景色。ビワイチはいくつもの絶景スポットに出会います。お気に入りの場所を探すのも楽しいですよ。ビワ湖の東側から西側へ、高島市に入りました。ここは古くから湖上交通の要衝だった牧野町海津、当時の雰囲気が今も残っています。ここも絶景ポイントですね。ここは以前にもご紹介した昨年日本遺産に認定された重要文化的景観、高島市海津西浜地内の水辺景観です。ここには湖岸の石積みや桟橋跡、洗濯などに使った橋板など
古くから続いてきた水と共に生きる暮らしが今も息づいています。また今年は新たに竹生島が日本遺産に追加認定されました。この牧野桟橋から船が出ますので、これから竹生島に向かいたいと思います。自転車持ち込みが可能な琵琶湖横断クルーズが期間限定で運行しています。まさか自転車と一緒に船に乗れるなんて便利ですね。琵琶湖横断クルーズは事前予約が必要です。詳しくは大見マリンまで。あ、菅浦の湖岸集落景観が見えてきましたね。今年新たに日本遺産に認定された菅浦の湖岸集落景観。奥琵琶湖の急峻な地形に囲まれた独特の景観で、湖上交通の重要な港として知られていました。琵琶湖から見る景色もいいですね。さあ、見えてきましたよ。さあ、竹生島に到着しました。なんか自転車と一緒に降り立つのは不思議な感じなんですけど、なんか嬉しいですね。じゃあちょっと散策してみましょう。と言っても一人では心もとないので、 ここからはボランティアガイドの馬場さんに案内していただきます。お願いします。あ、本堂ですね。そうですね、ここに弁天様がお祭りされてあります。上まで上がってきた甲斐ありました。こちらにはですね、はい、竹生島の宝厳寺のご本尊の弁財天がお祭りされているわけですけれども、はい、こちらの弁天様はですね、日本の三大弁財天の人とも言われていまして、江ノ島の弁天様、はい、広島の宮島の弁天様、そして近江の竹生島の弁天様、またその中でもですね、弁天様をご本尊としてお祭りするようになったのはここが一番古いとも言われております。非常に霊験新たかなところでございます。竹生島には宝厳寺の唐門や豊臣秀吉が使っていた御座船日本丸の木を利用して作られたと伝わる船廊下、四柱の神様が祀られている竹生島神社など、多くの国宝や重要文化財が点在しています。今回この竹生島は日本遺産に登録されましたけども、はい、どういった理由だったんですか？はい、この竹生島はですね、ご覧になったように琵琶湖の中にある島なんですが、古くは平安時代からですね、信仰の島として多くの方がお参りされた歴史もございます。またですね、琵琶湖八景の一つとしても選ばれておりまして、また近年はですね、パワースポットとしても若い方の人気を博しておりまして、日本遺産にもなったんだと思っております。これからもですね、非常に多くの方々にこの美しい風景を楽しみに来ていただけることを期待しております。竹生島を後にして彦根港へ向かいます。竹生島は何度も訪れてめちゃくちゃええとこいうのは知ってるんですけど、自転車乗せていってどこ走んやろ思ってたら、はい、案の定走ることはなかったんですね。走りません、置いておきます。そうそうそう、ちゃんとで今意味が分かりました最後、はい、だから、牧野から出て竹生島も渡って、はい、で帰り彦根に行けるということなんですね。そうなんです、自転車を持って積んで移動できると、はい、そうです、いろんな行き方ができるのがいいですし、はい、やっぱり自転車をそのまま乗せられる、折りたたまなくてもいいというのが便利で嬉しいですよね。そういうことだったんですね、最後まで見ないとわからなかったな、はい、そうです。で今回は自転車を船に乗せて運んでもらう湖上交通を使っているんですけれども、はい、電車に自転車を乗せて移動できるというサイクルトレインもあります。こちら近江鉄道で行っているんですが、こうやって自転車をそのまま乗せることができて、はい、最大で米原駅から木部川駅までおよそ 48km も移動できます。詳しくは近江鉄道のホームページをご確認ください。はい、いいですね、便利になってるんですね、はい、いろんな方法でビワイチを楽しんでおられるようですが、さあ、はい、中倉さんは、ゴールできたのかな。どうでしょう。
根港に着きました。では琵琶一再開。ここで彦根市内をちょっと立ち寄りたいという方にちょっと寄り道マップがあります。彦根編では彦根城などの見どころや気軽に立ち寄れる周辺の商店街などのサイクリングルートを紹介しています。彦根城は今年日本遺産に追加認定されました。白壁が美しい天守はもちろん、新緑や桜など四季折々の美しい姿を楽しむことができます。おすすめの立ち寄りスポットです。すっかりサイクリストですさあ、米原駅サイクルステーションに無事戻ってきました。もう楽しくてあっという間の一日だったんですが、やっぱり琵琶湖の景色を眺めながら走るのですごく清々しくって、琵琶一初心者の私でももう快適に楽しむことができました。で、地域の名所を移動している間にいろんな景色を楽しめますし、その地域の歴史や魅力も再発見することができました。まあ、それにしても琵琶湖の絶景良かったな、また行きたいな。はあ、これちょっとね、あの道路の整備といい、はい、ね、寄り道マップといい、あのね、サイクルステーション、はい、といい、なんかこう琵琶市にかける県の取り組みのすごさ力の入れようがちょっと半端ないね。思いを感じますよね、うん、はい、あの私ももっともっと、そうですね、はい、もっともっと自転車で走りたいという気持ちになったんですけど、はい、やっぱり行く場所によって同じ琵琶湖でも表情が違うんですよね。なるほど。この包み込んでくれるような、うん、こういい雰囲気とか、はい、あと凛とした静けさのある雰囲気とか、うん、そういう顔が違うっていうのはやっぱりこの琵琶市の魅力なんだなっていうのを実感しましたね。巡ってみないとそれは分からないですからね。飽きませんでしたよ、うん、で、日本遺産を巡ることで、まあ、さらに充実したものになりますし、はい、やっぱり道路が整備されていて走りやすいっていうのが大きなポイントになりますよね、で、まあ、1日で琵琶湖を回るのはなかなか大変だと思うんですけれども、はい、そうしてこう自分の行きたいポイントを選んで、うん、こうそれに合った今回のような交通手段を使って回るっていうのもいいかもしれませんね。なるほど。そして琵琶市のコースに組み込みたい特別公開が11月23日から行われます、はい、旧彦根藩の松原下屋敷お浜御殿は国の名勝指定を受けている庭園ですので、この機会にぜひ自転車で訪れてみてください。ひょっとしたら紅葉にかかるかな。そうですね、はい、それにね、今日ご紹介した以外にもですね、県内にはもう寄りたくなるようなポイントたくさんあります、はい、日本遺産とか歴史文化がたくさんありますので、この琵琶市を楽しむための環境も整えられてますので、自分に合った楽しみ方を見つけてもらえたらいいなと思います、うん、それこそなんかそういうマップも県のホームページとかね、いろんなところ見たらであるわけでしょ、ほらいいじゃないですかね、わかりやすくなってますし、大体ね、僕さっきも言いましたように車でよく移動するんですけど、はい、やっぱり、自転車で見る景色と随分違いますからね。そうですね。日頃住み慣れた街も違った風景に映るかもしれませんので、ぜひ県内の方もこぞってサイクリングしてもらいたいと思います、はい、それでは皆さんまた次回、さようなら。さようなら。ちょっと空いちゃうよ。